コバチャンネルベタ。テレビも見ねえんだよ。節約しろやボケ。ちょっと待ってよ。あのね、パソコンのライトの力をなめんなよ。これだとね、ホームレス高校生の日常になっちゃうけどさ。まあいいや。はい、どうもこんにちは。若手 YouTuber のコバちゃんです。先ほどコンビニの動画を見ていただいた方にはわかるんですけど、さっきね、特保コーラ買ったのよ。で、特保コーラになんかモンストのそのあれがついてくるってことで、ま、行って、まあ、ちょっと豚キムチを食べてくだろうっていうことでしゅ、はい、ちょっとね、まあ、仕事の材料をちょっと買いに行ったんですけど、あのね、オフ会とかさ、やっぱ YouTuber ってやるじゃん。その時に、例えばじゃあ、その日にちにやりますとか言うじゃん。その時になんかコメント欄で、あ、私その日行きたいんですけど、バイトで行けないんですとか言うけど、そんなんどうでもええねん。行くやつだけが行けばええねん。そんなな。いいんだよ。私行きたいんですけど、私〇〇さんに会いたいんですけど、今日はバイトなんで、ちょっとサボっちまえよ。単純だろ。サボれば誰にだって会えるぜ。俺は昔よ、会いたい人がいてよ、まあとある、まあそういうテレビ業界に学校サボって行ったからよ。おう、ちょっとすごい湯気がすごい。ほら、マジハーハー三兄弟。はあ、はあ、はあ、まずじゃあ一杯。ああ、いい音。今日はホームレス高校生じゃないんで、あらキャラ、僕の親戚です。なんかあのね、俺木島さんがしたラーメン屋さん行きたいんだよね。ベータ切るわ。あのね、ベータはね、基本的にあれなのよ、個人主義者だからね、ロイミュートじゃん。いや、やっぱ切んのやめた。なんかやっぱこういうのも欲しいなみたいな。俺もファンが欲しい。もっと本家のチャンネルはね、600人です。うんうん、熱いね、美味しいね。やっぱね、あれなんですよ、人気 YouTuber、 なんていうのかな、その1日で炎上した YouTuber とかって大抵みんな辞めちゃうんですよ。で、なんで辞めるかっていうと、そのやっぱり特定とか、あと例えばさ、なんだろう、やっぱその、じゃ例えば俺がね、じゃあ AKB はなんとかだっていうと、もうコメントくんじゃん。で、しまいには例えば普通にプライベート歩いてるときに、例えば、あ、こないだっつってポカンと、あっちゃう、嫌じゃん。そこなんですよ。だからやっぱり誤信用ね、誤信っていうのは、だからもしもね、喧嘩とかこう売られた時のために、やっぱね、空手、ボクシング、あと何だろう、合気道、それは学んどいた方がいい、本当に。うん、合気道だと相手からその来た流れで倒すから。空手もそう。もうちゃんと骨バギッとったり、まあ僕は本当しないんですけどね、そうそう。喧嘩売られないんで、この顔なんで。はい。でもさ、なんで喧嘩ってさ、よくこう絡む人っていいんだから、おい、お前ちょっと来いよ、みたいなさ。俺なんか、ほんと弱いからさ、ほんと弱いっすよ、ほんともう。だって小学校の時なんて、もうね、ポコ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 やられてさ、まあ仕返ししちゃったら何も手出さなくなっちゃったんですけど。
だからね、いじめっ子もね、あ、うん、ね、うん、なんていうのかな、これいじめられっ子、いじめられっ子か、いじめられっ子っていうのもずっとこう痛い痛い痛いとかやっちゃダメ、やっぱり多少は暴れた方がいいと思う。本当に最悪な場合、本当ね、病院送りなんてしちゃってもいいんじゃないですかみたいな、そういうと教育員がうるせえから。俺なんかお前もう教育員なんか敵だよ、俺にとっちゃ。あーなんか面白い、なんか YouTube やってないかな、ちょっと見てみよう。あー音楽聴こっか、苦しい、これこれ聴こう、夏に、みんな夏にぴったり、百田信明の花と酒。そもそもコバチャンネルベータって本当はこういう動画じゃなかったの、本当は。それはまた後で動画にしよう。さあ聞こう、これ花の刑事、これもこの間どうだったやん、ウームネットワークのなんか誰かがそのウームから提供された商品だったけど本当かなみたいな、うん、提供ってね、そもそもやっぱ人気の人しかやんないんだよ、だってメリットがないもん。でもやっぱり将来本当に YouTube が好きならどっかやっぱ事務所って入っておいた方がいいと思う、うん、俺もジャニーズ入ろっかなみたいな、冗談冗談、もっとジャニーズはね俺より動画の方がいいから。恋の道に落下流水潔く歩きて鮮やかに穴ぶる馬を相棒に主役がため三条をとらやごとく。あのね、どうしよう、ちょっとラーメンこんくらんからね、ちょっと麺を吸わしてちょっとこってり辛めでいっちゃいましょう。アディオス。